入れ替わりました。切り返しが早いですよね、振りが。はい、まだある金子拓のシュート、ズ決まった。セクロプロ2年目、今日間を割っていく金子、素晴らしい。金子まだ失わない金子。細かいパスから金子タックルを左足、ここでパスを選択、そして金子の折り返し、シュートチャナティップ、ワンタッチ、チーボール、完璧だ。金子からティッチッチ、小前小川島、金子、その金子につけます。縦に行った、まだ行く、上げる、小川島できた。さあ枚数十分です。カウンターアタックは札幌、金子ゾーン来た、縦に来た、金子だ、金子のクロス、なんとかフィニッシュの形に持っていきたい札幌。金子スピードを上げる、金子の折り返し、金子、杉森がゆっくりと対応、じりじりと札幌のチャンスです。9番の金子、切り返す、金子左足ファーサイド、高尾です、金子クロス、深いです、深いからフリーで受けた、この位置でレフティーの金子、中で待つロペス、抜き切らずにクロス、ヘディング、トスも狙いますが札幌つないだ、金子拓郎勝負、グランダーシュートです。金子の守備からですね、いった、金子を奪って、森田、そして金子拓郎を持っていってのシュート、低いボール、金子のシュート、引き返して左足のシュート、速いの流れ、非常にテクニカルな良いシュート、最後つま先でしたけどね、ゴールに流し込みましたけどね、で小前がまた前に行っています、金子シュート、反さなかったですし、金子もボールをちゃんと胸でコントロールして、自分の置き所を間違えなかったっていう。ふわっと浮かせてきました、小柏、胸に受けてシュートだ、最後は金子か、だがここ、チャナティップ、ワンタッチ、後ろから金子のシュート、作りましたよ ね、はい、ね、少し体を当ててるんですよね。さあ金子が裏に抜けてきた、トラップをして切り返して右足のシュート、浮いてからもうこれ迷いなく、もう足にボール乗ってますしね、もう素晴らしいコースですね、これで金子拓郎切り返して左足のシュート、いやー素晴らしい、ゾーン発動、後半の10分、今シーズン3点目、追加点早い時間帯、今シーズンから9番を取ろうと、右足で決めました、利き足とは逆、非常にうまかったですね。